はい、どうもお疲れ様です。ナチです。本日はですね、この 6R で普段行かない愛知県の西側へ向かっております。特別に目的地は決めてないですけども、普段なかなか行かない西側をですね、今回は探索していきたいと思います。それでは今回の動画よろしくお願いします。はい、今ね、ここは長島のサービスエリアです。愛知の西側へ行く予定だったんですけども、今三重県です。三重まで来たんですけど、どうしようかな。さっき Google で検索してたら、こっから鈴鹿スカイラインが30分ほどで行けるそうなので、まあ急遽ね、今回は鈴鹿スカイラインに行ってみたいと思います。さて、ここからまた本線に合流です。いやーね、今日は本当ね、天気が最高に、久しぶりにいい天気に恵まれたツーリングですよ。ね、ここの海は何湾なのかな、伊勢湾か、ね、海キラキラしてるよ、ほら。めっちゃキラキラしてる。あとこのまま高速乗って鈴鹿スカイラインだから、多分小物っていうところでよかったと思ったけど、小物のインターで降りて、あと下道で上がってきます。はい、それではですね、小物を降りまして鈴鹿スカイラインに行ってきます。これ右だった、右だったかな、あ、ナビ。トンテキ焼肉めちゃうまそうだね。ここからはもう上がっていくんだ。あれもう、あれが鈴鹿山脈だね。高速で見えてた山だ。あ、じゃあもう遠くから結構鈴鹿の山が見えるんだね。この鈴鹿スカイライン走っていって、調べたらね、展望台があるって書いてあったので、ちょっとね、そこの展望台まで行って、まあちょっとね、のんびりしたいんだけど、ちょっと展望ラインじゃねえ、なんだ、鈴鹿スカイラインの展望台、鈴鹿スカイラインの展望台でちょっと休憩をしていきます。わ、こんなところで、こんなところで止まった魚もん、ね、あ、じゃあもうここからもうあれか、じゃあここから今鈴鹿スカイラインに帰りました。まだあれかな、紅葉はしてないのかな。でもなんか、あ、ちょっとなんか色づいてきてはいるんだ。あ、ほらちょっと色づいてるね。こっからどんどんまた上がっていく感じですね。おお、このところちょっとボコって道悪いとこあるけど、まあこんなもんか。変なカーブとかないですね。愛知だと筑前に行く道中の山道って結構急なカーブがね、連続したりとかするんですけど、そんなにないですね。長い直線とかはそうないよな。だいたい緩やかにカーブしながら走ってくる。で、あとこの先展望台なんだけど、どこなんだろうな。これでもないな。大きいか。うわ、景色良さそうだけど見えねえ。これ反対車線だったら見えるかな。でもここなのか。ここ展望台。あ、ここ展望台ってあるけど、え、展望台っていうか今止めれなかったよ。無理だよね、今のところは無理だろう。駐車場じゃないもんな。もうこの先に多分どこどこのなんか今までも駐車場があったから、ちょっとどっかであったら止めるかな。もうちょっとなんか景色良さそうなとこ行きたいな。滋賀に入ってた。あれ滋賀だな、今もう。そっか、俺峠越えるのは滋賀だな。今ね、滋賀県甲賀市に入りましたね。甲賀だから、まあ煙巻くんだよね。あ、綺麗だね、遠くに見える景色、ほんとここ綺麗だな。
天気に恵まれたな今日は。すげえ気持ちがいいな。もうね、ところどころ見えるこの景色がいいよね。すごいいいね。あ、色づいてる木はあるな。おお、バイクの人、やっとバイクの人とすれ違った。ああ、こういう川沿いいな。気持ちいいエリアだな。いいところ。真冬だってここ寒いだろうな。休憩で、あ、違うの。あ、違うの。これね。本当これどこまで下ってくるかな。なんか蒸し上がった。あ、追加スカイライン終点。あ、ここで終わりか。お疲れ様でした。あ、今日本当早起きしてこっちまで来てよかった。すげえ気持ちがいいな。いつもならさ起きれなくて、結局9時10時ぐらいに起きて、でなんだかんだして、あ、行くかって言って11時ぐらいに出発するってなると、大体本当近場で終わっちゃうもんね。久しぶりになんかこうちゃんと、なんだろうな、ちゃんとっていうか遠出してきたな。まあ、高速は使ったけど、いやー、ここ走りやすい。ちょっと砂利があったりするの、ここ。